はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきゃみです。今日はアナザーセンチュリーズエピソード第4回やっていきましょう。前回ね、多くの機体手に入れましたけど、ゼータガンダム乗ったらね、非常に高性能で使い勝手良かったんでね、今回もまあ使っていこうかなとは思ってます。まあもちろん新しい機体もね、いくつか手に入ってるんで、まあそっちも1回はちゃんと触ろうかなと思ってますんで、今回もまた3つのミッションまずは進めていきましょう。まずはブリーフィングから確認したいと思います。それではスタート。追撃任務中のなでしこ B より緊急通信が入った。ヒサゴプランのメインターミナルコロニーアマテラスにてクーデターが勃発。首謀者は火星の後継者と名乗り、アマテラスの中枢システムを掌握した。なでしこ B は当地で E2 の調査中だったが、クーデターに巻き込まれたようだ。現在 UCE 所属の連合宇宙軍と共に交戦中だが、援護要請が来ている。これより我々はアマテラスへ進路を変更し、なでしこ B の援護に向かう。敵勢力の詳細は詳しく分かっていない。くれぐれも注意してくれ。はい、というわけでやっていきましょう。ちょっと今回はね、このエステバリスカスタムってのを乗っていきましょうか。なんかなでしこに確か出てるやつがこれだったと思うので、これ行ってみましょう。武装どんな感じよ。ラピッドライフル、近接はパンチなのかで、大型レールカノンにディストーションアタック、ディストーションフィールドで、ローラーダッシュ。ユニットの性能はそこまでいいような感じしないけどね。あとはまあガンダム系乗せてきゃいいかな、容器は。ちょっと待ってね、あとは S サイズでも連れていこうか。よし、こんな感じでいいんじゃない。こちらは大丈夫です。援護感謝します。バッタっていうのが敵か。各機周辺の敵を排除しろ。なんであろうと邪魔なのか。これがライフルかな。切って切って切りまくる。今回ね、操作の方セミオートにしてやります。攻撃に集中できるな。結構軸とか合わせてくれるから自動でいいですね。なんて感じだ。なでしこ B に複数の機影が接近中。これはあの時の人よりて名は作りまで伸びゆくは貴様のごとき宇宙の螺旋。なんか来たぞ。あ、北進ってやつだ。なでしこ今回の時は前戦った北進ってやつだ。とりあえずバッタを全部倒してからかな。あなたたちですね。永久ジャンパーの人たちを誘拐していた実行部隊は。そうだ、我々は火星の後継者の影、人にして人の道を外れた外道。全ては新たなる秩序のため。あ、こちらにフォース粒子反応増大。来るのか。ボソンジャンプ来ます。次から次と忙しいね。当たってないな。これは今回普通の機体が来たか。シシキってやつか。なんだろう、機体名かな。所属不明機がもう一体。すぐになでしこの援護に向かえ。ブライト艦長、大丈夫です。あの人に本当にパンチが強いな。来たか、復讐人よ。お前の相手は俺だ。あ、これこれこれ、確かこのアキトってのは確か主人公だったよね。状況を知らせてくれ。逆に主人公機出ないのかな。ガンダム系じゃないけど、なんだろうな、 G ガンダムにでも出そうな攻撃してんな。おいよ、すごい。とりあえずパンチがすげえ。ほら、完全にパンチがね、だいぶ強い。2ですね。なぜ。君には関係ない。早く行け。
なでしこ B、当宙域より離脱します。よし、だいぶ片付いたぞ。ちょっとパンチだからどうなることかと思ったけど、意外や意外、ちゃんと射撃武装もいろいろ持ってて、なかなかいいよ。敵はアマテラスに籠城の構えだが、なでしこ B の離脱には成功した。ひとまず作戦は終了だ。さすがでしたね。またお会いできて何よりです。 E2 は後ほどお届けします。はい、というわけでなでしこのあのルリって子を助けることができましたね。とりあえずね、なんか俺なんかあの子可愛いなと思ったんで、なんかないかなグッズと思ったら、なんか今年の2023年11月にね、フィギュアが出るらしいですね。今放送してるとかね、新作が出るってわけじゃないのにね、やはりよほど人気があるキャラクターなんでしょう。こちら連合宇宙軍のミスマルだ。今回の協力に感謝する。だが我々の努力も及ばず、アマテラスは火星の後継者に占拠された。チューリップの一斉破壊によりアマテラスを孤立させることには成功したが、アマテラスの遺跡ユニットは敵の本拠地である火星の極寒遺跡でいいのかな、岩戸へと運ばれた。このままだと彼らが目的としていたボソンジャンプの制御を手中にするだろう。これは自由な空間跳躍が可能になるということを意味している。それがどれだけ深刻な事態かは分かってもらえるだろう。今回 E2 を取り戻せたことは UCE として任務達成に一歩前進したと言えるが、注意すべきはそれだけでない。そのことは胸に留めておいてほしい。それとデルマイユには注意しておくことだ。彼のやり方は少し強硬すぎる。では君たちの健闘を祈っている。また会おう。デルマイユはあんまりよく思われてなさそうだな。あの人たちには何度も助けてもらいました。今でも感謝しています。だからあの事件を起こした時は少し驚きました。でも全ての出来事にはその裏に多くの要因や事情があります。アキトさんの時もそうでした。だから私は今でも信じています。あの人たちもまた私にとって大切な人だから。はい、とりあえず1個目のミッション終わりました。回想シーンは、ルリさんでしたね。相変わらず声がいい。はい、というわけで、ね、あとゼータ強化しましたんで、こんな感じにしてやります。なんか一方強化すると一方弱くなるっていう、なんか不思議な強化制度でしたわ。なんかね、兵器出力って攻撃力上げるとリロードの性能が悪くなるとかね、なんかそんな感じのものが多かったです。まあとりあえず威力は上げてあるんで、まあ、近接も上げてあるから別にメインサブ打ち切ったら近接でぶん殴ればいいわということでフル強化しました。というわけでまあこんな感じでいきましょう。ちょっと一回セーブ挟みます。お、今度はグラナダじゃん。わかるとこだ。かねてより UCE で計画されていた月面都市の奪還作戦が決行される。その中心部であるグラナダは UCE の反乱分子ティターンズが占拠中だ。グラナダは月における軍事的要衝であり、ここを抑えない限りギガノス月面帝国への突入は困難を極めるだろう。ティターンズを弱体化させておく必要もある。我々は先行部隊として防衛戦力と戦い、友軍のグラナダ突入を援護する。では健闘を祈る。とりあえずギガノス帝国ってところを攻め込むためにもグラナダを抑えたいということで、ティターンズをまず一戦やらかすんですな。じゃあ今回ゼータに行きましょう。エステバリスがどんな感じの機体か分かったから、とりあえずよかった。ヘビーアームズ乗ろうかなってのもちょっと考えちゃうんだけど、やっぱちょっとゼータがねめちゃめちゃ楽しかったんで、ちょっと一回乗らして。よし、じゃあ今回こんな感じでガンダムチームですね、いきましょう。
そこのシャトル聞こえるか。早くこの宙域から離脱しろ。民間人。はい、このままでは戦闘に巻き込まれます。あのシャトル何しに来たんだろうな。もう敵は出てきてるわよ。シャトルの安全の確保急いで。さて派手な一戦になりそうだな。お、ハイザックだ。通信が入っています。やはり強いなゼータ。民間人はリーダーか。私はここに和平を解くために来たのです。戦闘による解決など絶対に認めません。よしよしよし、当たってる当たってる。リーナ様、お考えは分かりますが、ここは我々に任せてください。よし、あとは格闘だ。ゼクスに申し訳が立ちません。お、セーバーフィッシュか。乗り物もちゃんとこっちを攻撃してくるんだな。ここはお任せ。でもセーバーフィッシュって懐かしいな。あのフィレンの野望とかで出てくる地球連邦軍の、宇宙用の航空機って言えばいいのかな。シャトルの離脱を確認しました。そうか、よかった。さあリーナは大丈夫だったようかな。敵の本体のようです。メガバズガランチャを周辺宙域に射出しました。奴らの狙いはこのラーカイラムか。早く止めないと撃たれてしまうわ。どこどこどこ。取り付く前に敵を倒すのよ。はいはいはい、わかりましたよ。航空機もいろいろ来るわけね。おお、たくさん来るね。ハイザックもいる。何この感覚。ハンブラビ。何か来るわ。敵増援部隊を確認。そう、ハンブラビか。こんな奴らにやられたのか。やはりヤザン。異数だかなんだかを作ったくらいで、オズの調子に乗らせるか。弱そうなってきた。注意したまえ。よしよし、まず一機を倒そう。もう少し、もう少し落とせる。オッケー、一機落とした。今のがヤザンだったら楽そうなんだけど。ああ、背面が当たんねえな。そう、海蛇か。動けねえ。当たれ。くそ、動き早い。周辺の敵反応全て消えました。よかった、無事だったのね。グラナダの陥落も時間の問題ね。これより帰還する。結構な仕事だったぜ。助けていただきありがとうございます。あなた方と馴れ合うつもりはありませんが、今は感謝させていただきます。グラナダの解放はギガノス攻略の足がかりとなるだろう。ご苦労だった。ところで先日 UCE 議会において UCE 宇宙軍の編成が可決された。 UCE の各組織が個別に動かしてきた戦力を UCE 主導で統一することを要点としている。宇宙での治安維持を名目としているようだが、事実上戦争するための軍隊だ。 E2 が戻らないという最悪のケースを考えると妥当な判断ではあるが、何か引っかかる。 OZ が主導となった UCE は何か今までと違う。これに対して宇宙の各コロニーも反発している。情勢は不安定だが、今は我々ができることをやるしかない。さあ、味方であるはずの UCE もなんか不穏な動きになってきたってことか。さあ、それでは2つ目のミッションも終了。まあセーブもしましたんで、特に強化するものもないので、このまま次のミッション行きましょう。それでは本日最終ミッション行きます。
ギガノスの輸送部隊がギガノス月面帝国に帰還したとの情報が入った。 D2 がギガノスの渡ったとみてほぼ間違いないだろう。彼らの切り札であるマスドライバーに利用されれば地球存亡の危機にも匹敵する。これを受けて今回 UC 宇宙軍によるギガノス月面帝国の制圧作戦が決行される。我々は友軍侵攻の足がかりを築くため周辺中域に展開中の護衛部隊を陽動する。最悪の事態を防ぐために今回の作戦は必ず成功させなくてはならない。はい、というわけで今回なんかまた違うの乗るか。さあ、それではね、今回はこんな感じでいきましょうかね。気になってたヘビーアームズいきたいと思います。もう気になってね、10時間ぐらい寝ましたからね。メインはビームガトリング、近接はアーミーナイフか。でサブがマイクロミサイルで、アタッチがガトリングホーミングミサイル、フルオープンアタック、いろいろあるね。よし、では行きましょう。それでは次。全てを消滅させる。マスドライバーが発射態勢に入ったようです。なんだと。発射されました。地球に向かっています。これは高エネルギー反応。発射された隕石は消滅しました。びっくりした。普通に今地球が爆発したのかと思った。そんなわけないよね。隕石は連合宇宙軍艦隊のグラビティブラストで迎撃した。隕石消滅させられる武装があるのか。こちらは我々に任せてくれ。了解した。感謝します。あ、すごい、なんかちょっと楽しいかも。ヘビーアームズ攻撃に備えろ。スピードはね、やっぱゼータの方がちょっといい感じだけどね。隕石が通過する危険があります。弾道の分析を急ぎます。ドライバーの車線上に入ったときはこちらから警告を出す。注意しろ。しかしマスドライバーってあのやっぱガンダム戦機とかでも出てきた覚えあるけど、やっぱ発射するとすごい攻撃力になるんだな。なんでも隕石を飛ばすとはね、天然の弾だな。いやー、本当にミサイルが楽しい。え、またマストライバーが接したようです。あ、止まった。やけに早いな。内紛でも起きたのか。こちらに接近する敵部隊を確認。3機がそっちに向かったぞ。ドルチュン、なんだこいつは。私に総帥暗殺の罪を着せた貴様はいつか私が撃つ。誰かわからん。まあいいよ。今こいつらを何とかせねば。あまり悪い人じゃないのかな。ギガノスの青きたか。目の前の敵は危険です。なんつやつが出てくるか。当たるか。いや、スピードめっちゃ速い。悪いが俺、今お前を助けらんないぜ。あ、くそ、相性悪い敵だな。めっちゃ撃ってるけどかわすねこいつら。ダメだ、位置が悪い。狙い撃ちされる。スピードがね、あっちの方がはるかね速い。ちょっと渡ってくれよ。よし、倒した。やっと倒したぜ。あと少しなんだよ。よし、2機目もこれで撃破。よし、あと1機になれば楽だろう。よし、当たってる当たってる。ガトリングがヒットしてしまうと結構楽にダメージを負わせられるな。どうだ、当たれ。よし、ミサイルも当たった。倒したか。ガン、カール、ブレード。
敵を撃たせてもらう。さあ前段発射だ、当たれ。気をつけろ。マイヨってやつか。こいつもまたいい動きすんな。高機動なんだな、どの機体も。ゼータなら捕まえられそうなんだけどな。さあ打ち合いは望むとこだぞ。私は火力があるからな。当たれ。よし逃がすぞ。よし、ここで一気に近接。 OK。 この敵は必ず撃たせてもらうぞ。そう、逃げられた。敵の撤退を確認。周辺の制圧は完了です。友軍がギガロス帝国へ侵入した。陥落も時間の問題だろう。はい、というわけで最終ミッション終了でございます。いや、マイヨってやつなかなか手強かったですね。動きが速くて捕まえるのを苦労しました。本作戦の成功によりギガノス月面帝国は我が UCE の占領下に入った。今の一戦で制圧できるのがすごいな。しかし E2 は逃走した勢力とともにすでに持ち出されてしまった。行き先はおそらくギガノス宇宙要塞。その所在は全力で捜索中だ。何か情報が入り次第諸君らにも伝えることを約束しよう。敵に渡った E2 はまだ3機残っている。気を抜かずに追撃任務を続けたまえ。はい、というわけで E2 の方も1個取り返したということで、まあ、1個使用されて1個取り返して残り3つですね。話はどんどん進んでいきます。さあ、それでは拡張画面来ました。戦艦の性能を1個アップさせて1機増やせるようにしました。なんかいい機体あればいいんですけどね。ガンダム系が欲しいです。ガンダム系が、他にもいろいろあるんだろうけど、ああいいのあるじゃん。ちょっと待って、他のやつは、あ、サンドロックもあるじゃん。あ、どうしようかな。ウィングから行くか。あ、1万かかるんか。まあ、でも拡張もしないともう一機乗せれないから次回以降だな。まあ、とりあえずウィングガンダムは乗れるね。はい、というわけで今回はここまで、いろんな機体が出て楽しくなってきた、アナザーセンチュリーズエピソード、また次回もよかったら見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。